仕上げで主管の方に2本支柱があります。支柱がない、支柱が1本支柱が2本っていうタイプのトランペットがあるんですけど、支柱がないものよりあった方が抵抗感は支柱がないものに比べると強くなります。なので支柱が2本ですし、あの銀メッキ仕上げのものも抵抗感が強くなるので、支柱がないものを銀メッキ仕上げでないものに比べると抵抗感は少しあります。でも息入れた分しっかり音が鳴ってくれるので良い楽器だと思います。B&S TP80 GBS の紹介です。まず仕様をご説明します。ボアサイズは ML サイズの 11.66mm、 ベルサイズは 122mm となっています。ベルはゴールドブラス製で1枚取りハンドハマーリング製法で作られています。マウスパイプはイエローブラス、艦体は金メッキ仕上げとなっています。ピストンはモネルメタルが使用されています。ドイツが世界に誇る現代最高水準の金管楽器ブランド B&S。 ブランド比較としてヤマハは音色が明るめ、吹奏感が軽めとなっています。バックはより暗めで抵抗感が強い、よりパワフルな音が出ます。クラシックの定番と有名ブランドがありますが、 B&S はその中間くらいで、どちらかというとバック寄りで音色は暗め、吹奏感には抵抗感があります。そもそも B&S はバックの 180mls を目指して製造されるところから始まっておりますので、バックにはちょっと手が伸びない方におすすめです。 B&S のシリーズとして伝統的なデザインと高い品質を誇るチャレンジャーシリーズ1、ベルが大きかったりとより個性的なチャレンジャーシリーズ2があり、 TP80GBS はチャレンジャーシリーズ1です。さらにこのシリーズにも2つの37モデルと80モデルの2つがあります。37モデルの方が安く、80モデルに比較して抵抗感が少しあり、音も太めな傾向です。マウスパイプはゴールドブラス製です。80モデルは37モデルを吹きやすく、また軽量化したモデルになります。37モデルに対してマウスパイプがイエローブラスですので抵抗感を感じにくいです。37モデルも同じくベル製法がハンドハンマリング製法ではありますが、こちらの方がより丁寧に製造されています。80モデルには塗装と仕上げが3種類あります。まず1つ目が TP80L、 こちらがイエローブラス製でクリアラッカー仕上げとなっています。2つ目が TP80SP、 こちらがイエローブラス製の銀メッキ仕上げになっています。最後に3つ目、 TP80GBS、 こちらがゴールドブラスの銀メッキ仕上げとなっています。今回紹介しているものは TP80GBS になりますので、艦体がゴールドブラス製で銀メッキ仕上げとなっています。 TP80 は国内の複数ある楽器業界の仕入れ元の中の株式会社グローバルさんが B&S にお願いしている特別モデルで、ケースも綺麗なブルーのハードケースが付属しています。このケースはこの TP80 のモデルだけについているケースです。かなりしっかりしていて、なんとダブルケースになっています。2本収納できるので、先々買い足したり、すでにお持ちのトランペットと一緒に持ち運びしていただけます。このケースが決め手になるほど人気のケースなのです。